はい、皆さんこんにちは。門馬美希です。今日は進行性難病の恐ろしさ31話です。22話でお話ししました括弧電動車椅子についての続編なんですけども、なんかまた壊れたみたいで、修理見積もりをお願いしたそうなんです。そしたら、見積もりですよ。見積もりなのに、2万1000円取るみたいで、ん?って思いましたね。私、修理の見積もりでお金取られるなんて初めて聞きました。しかも結構高い。なんだかなって思いましたね。なんか括弧電動車椅子のせいで病気進行し、して、なんかね、愛着も何もない中、他の電動車椅子が、認められるまで、ビルを乗り続けなきゃいけないから乗ってるだけであって、修理で、見積もりで2万円超えってすごいびっくりしました。早く違う電動車椅子に、電動車椅子に、いや、きちんとした正しい電動車椅子に乗り換えできる日が一日も早く来てほしいなと思ってます。ウィルは確かにスタイリッシュでかっこいいかもしれませんが、身体状態に合わないと、とんでもないことになりますので、本当に気をつけていただきたいです。やっぱり体に合うものに乗ることが大事で、かっこよさじゃないと思います。しかも、後々、アフターケアがひどいので、どんだけ壊れて、どれだけひどい、なんだろうな、サービスにもならないけど、アフターケア、ケアにもなってないけど、ひどい対応をされてるので、メーカーがちゃんとしてないところの電動車椅子に乗るのは推奨しません。ね。安心安全な車椅子および電動車椅子を強く推奨いたします。進行性難病の恐ろしさの裏にはこんな事情がありました。はい、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。失礼します。